Es rappelt im Karton. Ton, 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 ton. Es rickelt im Karton. Ton, 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 ton.今回は、言葉でね解説を、していきたいと思います。そしたらまずは、オンラインのキャラクターから必ず開始をします。で、今回は再起動を含まない方法で、解説していきますので、もしもこれから修正など入った場合にもしかしたら回避できるかもしれない、スタンバイモードにしといて、連続で同じブリッジを繰り返せるかもしれないということで、やっていきたいと思います。このやり方は、セイチャンネルさんが、まあ、多分発見したんだと思いますね。そしたら、ちょっと解説していきます。で、必ず最初にやるときに出現位置を最後の位置にしといて、建物の中じゃないところ外で開始した方がいいと思います。それはね、ストーリーのキャラクターでオンライン入ったときに建物の中だと無限ロードみたいになったりすることがあるからですね。そして、開始する前にスタイルを一回変更する。で、また戻す。そうすると、右下に金色のくるくるが出ます。これが出ない場合は、LH、RH8 などを買ったりすると出ます。そしたら、ここからストーリーのキャラクターに行きます。どのキャラクターでも、できると思います。で、ストーリーに行った時にフランクリン、それからマイケルだと、多分問題の GTA のオフラインキャラクターでのチートコードを、手配度上げると下げるを覚えておいた方がいいと思います。そしてここでオプションを押して、ハガテラの場合はここのゲームのロード3つ同じものがあります。これはどこかというと、サボテンをどこも食べていないセーブデータを作っています。サボテンを食べてしまうと、そこのサボテンが一定時間かもしくはずっと食べれなくなったりとかしますので、サボテンを食べていないセーブデータをあえて使ってます。だいたい2箇所ぐらい、サボテンの位置を、覚えていればこのグリッチは簡単です。あとは PS メニューからアクティビティ GTA オンラインの表示の仕方、それからインターネット接続オフとかオンのやり方、それからチートコードで手配度を星1つ上げるとか下げるとか、そういう、コードの入力の仕方、これが分かっていればすごく簡単だと思います。では、サボテンがあるセーブデータ、読み込んでますので、これ読み込み終わったらまた解説していきます。ここのロスサントスカスタムの裏に、ここら辺にありますね。今回この2つを使っていきます。ここの後ろにサボテンがあって、右十字キーでサボテンを食べるという表示が出ます。出るのを確認したら、少し離れたところで一度セーブかけます。携帯開いてクイックセーブで、この3つは同じデータをやってます。上書きをします。ここでオートセーブという機能はオフにしといた方がいいと思います。オートセーブがオンになっていると、サボテンを食べた時にオートセーブされてしまって、サボテンがないデータを、セーブされてしまうというので、やり直すのがめんどくさくなりますね。そしたらここでチートコードを、入力していきます。手配度を上げるのと下げるのは右と左の押す順番が違うだけで、すごく簡単です。じゃあ手配度を上げる方法は R1、R1、丸、R2、左右、左右、左右、
これで星1つつきます。これを3回繰り返します。星3つぐらいになると警察がすぐ寄ってきます。そしたらここのサボテンを十字キー右で食べます。ここでオートセーブというのが出たら EA を押してください。でオフになりますか、本当によろしいですか。こう丸で丸ここで陸の動物になります。鳥とか魚止まります。ここで用意してほしいのは PS メニューからアクティビティ GTA オンラインを用意してください。これはオンライン上でオンライン表示にしているときに車を買うと自分のアクティビティに反映されます。では PS メニューをダブルタップですぐ行けるように用意していきます。 PS メニューダブルタップでアクティビティ GTA オンラインを用意できたら今度は警察に倒されに行きます。できれば自分から警察の車両の方に寄ってった方がいいですね。パトカーが来たのでここで分かりやすいように体を横にしてみますね。倒れた瞬間にアクティビティ GTA オンライン PS メニューダブルタップでアクティビティ GTA オンラインを押して黒い画面を丸で進めた瞬間映像が空に行くように切り替わります。ドンドンドンと3回大体なりますね。その最初のドンになった時にまた PS メニューを押してインターネットの接続をオフにしていきます。じゃあやっていきます。ここで、動物が倒れた瞬間 PS メニューダブルタップ、ここですね。でアクティビティ GTA オンラインを丸押します。で映像が変わった瞬間インターネット PS メニュー行ってインターネット接続オフにする。で次の黒い画面を丸押します。そうすると裏でストーリーのキャラクターが喋ったりとかする映像音が聞こえます。でオプションを押すと映像が見えます。そしたらインターネットを今度接続オンに戻します。オプションを押してる時だけ映像が見えるので、ここで、またこの家から出て、手配度の星1つをつけるチートコードを入力していきます。真っ白の画面なのでどこかわからないけれどもなんとなく外に出た方がいいかもしれないですね。部屋の中より外に出てから、オプションをまた離して真っ白の画面の中、チートコードを入力します。そうすると、ここで警察が、地図のところに現れますので捕まるまで待ちます。まあキャラクターを道路の方に出しといた方がいいかもしれないですね。なんとなくで真っ白な画面の中を歩いていきます。時々オプションを押して場所を確認します。どっちの方向から警察が来るのかを、よく見ておきます。警官が駆けつけた時にはだいたい車の急ブレーキの音がします。そうするとあそろそろ来るなってことで今の間にオプションを押しといた状態で PS メニューでアクティビティ GTA オンラインをいつでも押せるようにしておきます。これ今右前にもう来てますね。もうアクティビティ GTA オンラインを押せるようにします。で警察に捕まった時には自動で映像が見えますので映像が見えた時にすぐ PS メニューをダブルタップでアクティビティ GTA オンラインを押します。
白い画面のまま待機しといて、捕まったら映像が見えます。見えた瞬間 PS メニューダブルタップアクティビティ GTA オンライン押します。はい、見えました。 PS メニューダブルタップアクティビティ GTA オンライン押します。で、黒い画面も丸押します。するとこのサボテンが溶けたような映像が見えたりします。で、このままロードを待ちます。出現位置がオフィスとかアパートになったりしてると、このままずっとロードになる時もあったりとか、アパートの外観が見えた状態で固まったりとかあったりします。そういう時は、YouTube か Spotify を一度起動してもう一回読み込ませると回避することができる時もあります。じゃあこのままオンラインに入っていくのを待ちます。オンラインに入ると左下に、文字が出たりしますね。映像が真っ白になったり、結構グラデーションみたいになったりしますね。はい、ここで左下に文字が出ました。これはオンラインに入り込み始めた証拠ですね。で、こんな風にサボテンを食べた位置でストーリーのキャラで、出現します。で、一応邪魔されないように、これはフリーセッションになってますので、パッシブモードとかにしておいた方がいいかなと思います。ここでパッシブモードを有効にして、で、ここで一度、復活するを押します。これはもしかしたらね、復活する押さなくてもいけるかもしれないですね。でも、一応スタンダードのやり方、基本で一応復活するをやっていきます。復活するを押したら、次に透明に、キャラクターが透明になったりします。他のキャラクターだともしかしたら緑色のピッコロ大魔王みたいになる時もありますね。そしたら次にここの野球場にあるサボテンは今食べてしまったので、他の、サボテンの位置に行きます。今この状態はお金が減る状態ですので、まだ無料で買うことはできないです。で、とりあえず次の、サボテンの位置に向かっていきます。ここでペガサスでバザードとか持ってる人は、バザードとか呼んだ方が結構便利かもしれないですね。で、今回はこれサブキャラでやったので、バザードとか何にもない、キャラクターだったので、ここの、無料のねヘリをちょっとお借りしていきます。次に向かうサボテンの位置は、ロスサントスカスタムの裏にあるフォークリフトの前にあるやつを使いますね。で、この位置に止まったら、ここの柵を越えてフォークリフトの前にここにあります。だからこれを右十字キーを押します。するとサボテンを食べるって文字が出るから、それを右十字キーを押すと、コントローラーの振動がウルルってなりますね。そうするともうお金が減らない状態になりますから、確認します。弾を買って確認します。するとね、お金が減らなかったので、
これで、またヘリに乗って、持ってかれたね、知らない人にヘリを盗まれてしまったので、しょうがないからね、ここで車乗って、ヘリが欲しいのでヘリポートまで行ってみたいと思います。どうしてもアクティビティ GTA オンラインを押してオンラインに入り込むのでフリーセッションになっちゃうので、他のプレイヤーがいて、邪魔をされたりする可能性もあります。だから気をつけてくださいね。そしたら、無料のヘリのところ、ちょっとヘリポート行って、次はオフィスに向かっていきたいと思います。ここはね、だいたいヘリがいつも湧いてますね。そしたら、自分のオフィスガレージの方に、飛んでいきます。で、右十字キーを押してオフィスの中に入っていったら、今お金が固まっている状態、フリーズしている状態なので、オフィスガレージ、オフィスの中のパソコンを使って、買い物をしていきます。自分が欲しいものを買っていきます。とりあえず今やりたいのは、車をオフィスガレージ3に、ちょっと買っていきますね。あとはね、バザードとかいろいろ保管とか、無料で入手する方法とかいろいろあると思うんだけど、とりあえず車の方法で、しかも今回は再起動をかけない方法、セイチャンネルさんがね、多分発見したかな、の方法を、紹介していきます。ここでオフィスガレージさんに欲しい車をひたすら買っていきます。これはね、正規の方法、複製じゃないので、この高い車買っても高い車の半額で普通に正規で買ったように売ることができます。複製の時とはまた違いますから結構儲かります。多分250万くらいにはなるんじゃないかな、この1台がね。じゃあとりあえずオフィスガレージさんに20台、買っていきますね。今回の手順は再起動を、アプリ再起動を含まない方法ですので、もしかしたらここのグリッチに修正が入った時に、パッチを回避できるかもしれないということで、今回は紹介していきます。今このお金が減らない状態っていうのは、何をやってもセーブがされない状態なので、この後ね、全部車を買って届いたらセーブをする方法、セーブをする段階を、説明していきます。とりあえずこれでね、20台揃ったかな、どうかな。あとは他のガレージとかにも、いろいろ欲しいものは買ってもいいと思います。ちょっとね、バザードがないとちょっと不便だったので一応買っときます。ちょっと保存の方法はちょっといまいち分かってないので、もしかしたらね、おまうチャンネルさんとかカズさんとかがね、ちょっと出してるかもしれないので、そっち確認してくださいね。とりあえず車を確実に保存する方法で解説続けていきます。そしたら、このパソコンから立ち上がって、次にオフィスガレージ3に向かって、車が届いているかちょっと見てみますね。
これはね、透明なんだけれども、エレベーターに行った時は何でかピッコロ大魔王になりますね。そしたらね、数台届いてますから、まだ上の方が届いてないかな。だからちょっと待ってみます。まあ結構ね、車は買ってから1分半から2分ぐらいは届くまでに時間かかるから、ここで、まああんなことやこんなこと想像しながらちょっと待っててみてくださいね。どうかな？全部揃ったかな？で、今もう一回確認します。お金が減らない状態。買っても買っても減らない状態。だから、ここからね、1個前の動画ではジョブを開いて、で、Spotify を使うアプリケーションの Spotify を使って、で、新しいセッションに行くっていう方法を、説明しましたけど、今回はジョブを使わない方法で、ちょっと説明していきますね。結構なんかジョブ開いて、自滅して、それで Spotify 開いて、無限ロードになっちゃうとかっていうコメントもちょっと見かけましたね。とりあえずジョブが開けないっていうことがないように、ジョブを開かない方法でこのお金が固まってる状態、お金が減らない状態を解除していきたいと思います。どうしてもね、これフリーセッションで結構人がいて、なんかちょっと邪魔されちゃってもめんどくさいので、ちょっといい場所を探します。またちょっとね、なんか近くに人が湧いちゃったからね、これはまた違うとこちょっと行きますね。やっぱり邪魔されたくないからね。自滅をしなくちゃならないので、一回パッシブを解かなくちゃならないですね。これがうまくいかない人は、ジョブ開いてもできると思います。そのやり方は1個前の動画見てくださいね。やっぱりここら辺は人がいっぱいで、ちょっと荒らしてる人もいるかな、どうかな。とりあえず人がいないところ、落ち着いて自滅ができるところを探します。あとはね、結構ね、武器がね、ストーリーのキャラのね、武器だったりとか、弾がなくなったりとかね、するからね、ちょっとね、めんどくさいです。んじゃ、ここで、ヘリで降りて、今、武器何持ってるかな？多分、手榴弾かなんか持ってたと思うので、それ使ってきます。パッシブモードを解いて、で、PS メニューですぐ開いて、Spotify に行けるようにしてください。これからやるのは、手榴弾をポロッと落として、自滅して、バーンと吹っ飛んだ瞬間、PS メニュー行って、Spotify を開きます。キャラがバーンと飛んだ瞬間、Spotify を開いて、すぐこれを丸々って押して、で、GTA を中断します。で、また GTA のアプリに戻ります。すると、こういうふうに、一時中断されたため、っていうふうに出ます。別のセッションに移動します。これがジョブを使わない、ちょっと新しい手順かな。で、新しいセッションに行くまでちょっと待ちます。これもちょっとロードが長かったりしますね。今回は普通にオプションから新しいセッションとか行かないで、この Spotify っていうアプリを途中で使うことで、GTA アプリを一時中断して、それで新しいセッション行きます。するとね、出現位置が結構ね、いろんなところにバラバラに湧いたりしますね。そしたら、どこに湧いたかな？サボテン食べたところに湧いたね。で、オンラインのキャラクターに完全に戻りましたね。で、一応確認してほしいのは、お金が減るかどうか、
まあ邪魔されないようにパッシブモードにした方がいいかもしれないですね。お金が減りました。なので今これからやるのは車を確実に保存する段階になります。これから今この状態は車を確実に保存する状態、だからね、ここでまあさっき買ってみたペガサスをちょっと読んでみようかな。そしたら、ここからオフィスに戻ります。ちょっとこのね、無料でペガサスを手に入れる方法はまだいまいちちょっとよく分かってないので、多分おまうチャンネルさんとカズさんが出してると思うので、そっち見てみた方がいいかな。今回は車を確実に保存する、さらに GTA アプリを再起動かけずに何回もやる方法、これはね、不動産売却を連続でアプリを落とさずすることもできますから、これを応用することもできます。じゃあね、このオフィスのガレージ3かな、さっき買ったのは。そこに戻っていきます。じゃあここでオフィスガレージ3、ここにデラックスが20台あれば、これから確実に保存する作業をやっていきます。ここでね、ブルーサークルが今はあります。でこのブルーサークルがもしもなくなった時はまた違う方法を考えてあります。とりあえずブルーサークルある状態での場合は車両を隣のやつと入れ替えていきます。1だったら2と3だったら4とって隣り合わせのやつで入れ替えていきます。これで車が確実に保存をされていくようになりますね。で念のためスタイルを変更して、右下に、金色のくるくるが出るのを確認します。さらには下十字キーを押して丸を押してロックスターエディターの撮影とかをやった方が、まあさらに保険かな、セーブできると思います。丸を押して録画開始して、で数秒経ったら、下十字キーを押して丸を押してセーブをします。もしもね、何か修正とかでブルーサークルまた消えちゃったりしたら、他のガレージから車を持ってきてオフィスから車を呼び出してこの中にあるデラックスと入れ替えるみたいな作業をやれば、とりあえずは、回避できると思いますね。で前の動画ではここで、セッション退出っていう風にやったと思います。そうするとまあ完全にもう無限労働みたいになったりしましたね。だから今回はそうならないように、GTA 再起動をかけないようにする方法で解説していきます。やる方法としては、ここでクリエイターを選びます。でクリエイターを言ってもらったら、次にまたオプションを押して、でゲームを押します。でニューゲームを選びます。ここで水着のお姉さんのロード画面が見えてますね。
もしかしたらこの水着のお姉さんの画面を見ると修正が入った場合に適用されてしまうかもしれないけれども、とりあえず GT アプリを再起動せずに何回もこのグリッチをすることができる唯一の方法ですね。これはね、セイチャンネルさんがね多分発見したんだと思いますね。まだ修正が現時点では多分入ってないと思うので、これが修正入った場合にこのニューゲームをやることで修正が入ってしまう可能性もあるから、まだ入ってみないと回避できるかどうかわからないから、一応ね回避ができるかもしれないという方法ってことで、先に出しておきますね。ではニューゲームを、ロードし終えたらノースヤンクトンの最初のミッションが始まりますね。ちょっと待ってみましょう。まあ、今回はね本当にカットなしでこの動画、長い動画を見ながら一緒にゆっくりやることができるために、もうノーカットで、ずっとこんな感じでゆっくりやっていきます。はい、そしたらノースヤンクトン、これ始まったらオプションを押して、でゲームをします。でゲームロードで、さっきのサボテンを食べる前のセーブデータをロードします。はい、またこれ、ストーリーロードになりますから、これもちょっと待ちますね。はい、そしたら、さっきのサボテンを食べる前の、ストーリーのデータのところに来ましたね。そしたらね、この状態で、再起動をかけずにオンラインに入れれば成功ということになりますね。まあ、とりあえずオンラインに行ってみて、さっき買った車がちゃんと保存されているかあるかどうか確認していきます。招待セッションに行きました。そしたらね、なんでかね、このアルタに出たりするんだよね。まあそういうのはいいか。とりあえず今、車がね、買ったやつとかがあるかどうか確認してみますね。オフィスガレージの3に向かいます。まあ手っ取り早く確認する方法は整備士に電話すれば普通にね、すぐ確認することできますね。まあ、今回は本当にゆっくりこの動画を垂れ流しにしながら、言葉を聞きながらグリッチができるように、ノーカットでロードも含めてゆっくりゆっくり解説してます。まあ大体ねいつもねメインチャンネルの方はねもうほとんど字幕で音楽だけで説明してるんだけど、まあたまにはいいかな。でそしたらねオフィスガレージ3に向かって中身確認していきます。
そしたらね、ここでデラックスが20台あるのを確認できました。これでもね、まだ心配な人はね、またここでね入れ替えたりとかねする人もいますね。あとさらにさらに心配性な人はね、もうこの車をね外に出して中に入れてとかする人もいるみたいだからね、まあとりあえず確実に保存できればいいかなと思います。セーブするためにはやっぱり基本はスタイル変更して、あとはロックスタイルデータを撮影してっていう風にやることで、確実に右下に輪っかが出たり、今左側にロックスタイルデータの撮影のセーブが出たりします。これがやると大体ね、もうこれはね確実に保存できると思いますから、まあこの再起動を含まない方法、あとジョブを開かなくてもお金がフリーズする状態を解く方法、これねよかったらね使ってみてくださいね。皆さん今年1年本当に本当に皆さんお世話になりました。ありがとうございました。これからもね、来年もパパテラチャンネルよろしくお願いします。以上です。良いお年を。